本当あの本日は本当たくさん素敵なお花もたくさんいただいて、あちなみにこれはですね、わーこれ井上浩二さんです。あとで見られますよ。業務連絡ですが、これコースのおかげで後ろの用紙がありますので、ぜひ後ろに支払っておいてください。これ貸し切りなんでね、時間制限なんで明日の朝までも大丈夫ですけど、今日はね、こちらに今クリームクラブの同窓生で、多分みんな来年ためにいいんですね。懐かしい仲間が全然勝たないで、全然37年前のだから1980年12月20日に私、昭和大学って大学なんですけど、そこの前の地下ホールなんですね、学生ホール。多分この前ぐらいは作ってたんですか、どれぐらいか。そこで最後のコースっていうのがあって、あの時も多分50人か60人来ていただいて、あの放送が全部準備してくれたんですね。で、それで解散したって言ったんですけども、またこうしてね、いるみたいですね。先ほど卒業する気を送りたってありましたけども、やはりちゃんと卒業に絡んだ翼っていうのを見てとにかく全部無事なので、説明しないと申し訳ないかなと思って。まあ、今は違うけど、昔やっぱり、長男とか長女が地方がやっぱりこうね、東京の学校出てきて、どうしても、ふるさと帰んなきゃいけないっていう、そういう。学生時代を放棄したときに親のために国に帰っていったっていうことなんですが、じゃあ翼を振ります。
今生田さんって本当ねありがたいことに医者なんでどんなに一緒に飲んでも安心して飲めるんですよね。いや彼ね昔すごく飲んだんだけどやっぱり飲みすぎちゃって今一滴も飲まないんですよ。ね、だからその代わり僕とかみっちゃんがやっぱりその分飲んでて仲のいいからいいやつぶちゃけて本当医者が一緒だと本当にありがたいことなんですね。どうぞ今日心置きなく飲んでいただいて大丈夫ですか。ただ消化器の先生なんで本当に大丈夫ですよ、ね。冗談ばっかり言って申し訳ございません。本当に今回実は本当恵比寿のねスペイン料理美味しいところでやろうと思ったんですよ。アナポーラってね本当に美味しいんですけど、実はね皆さんこの機材ね、まあ、一部買ったほとんどね自前で用意したんです。だから今日朝10時から来てラインを全部この写真に貼ってそれからスピーカーもね後ろに社長さんに来ていただいてセットして音を合わせて、だからねちょっとその恵比寿のお店がね時間間に合わなかったんですね。本当美味しいスペイン料理いただきたかったんですけども、そんな都合で今日ここは10時が OK ってことだったんで急遽ご誕生になったっていうのをさせていただきます。まあ、本当はね、スペイン料理皆さんに差し上げたかったんですけどね、まあ、次回のはぜひ恵比寿のマポーラで、10時からセッティングさせていただければできるんですよ。テンションはねテンションの OK が出てます、絶対 OK が出ます。言っても OK が出ましたね。本当に美味しいよね。なんでかな。で、恵比寿はほら、スミさんがね、奥さんがやってるバーがあって、本当、アマポーラ行ってからスミさんについて、スミさんの野球の話聞いて楽しいですよ。ぜひ、行ったら、スミさんって言っていただければ、多分長いことあるからで、できたら、ワイン1本ぐらい飲んでいただくと、話が30分ぐらい長もしますからね。で、本当、スミさん、ご夫婦のお世話になって。もともとやっぱりね、ギター復活したっていうのは、ね、スミさんのお店で、知り合いがギター持ってきたんですよね、2010年、忘れもしないんですよ。で、佐藤さん、ギター弾くんじゃないって言われて、はいっつって、その時、弾いてみたら、全然弾けなかった。もう恥ずかしいぐらい弾けなかったんですよ。で、それから、実はそのギター、このギター、やろうかなと思ったら、ボキッと折れて、壊れちゃったんですね、ペグっていうのは。そんで修理出したらその2万8000円だから修理出して16万になっちゃったって言われて本当にもっと前、2010年ですね。ありがとうございます。じゃあちょっと景気の歌を、これ渋谷の、ハチ公前イメージしていただければ分かるんですけども、昔は待ち合わせたらハチ公だもんね。そうですね。何もないからですね。そうそう、してたんで、そう、今の奥さんの感じだったんだけど、奥さんにはね、赤いトレーナー着せてね、またしたって言って、それを、まあ、歌にしたんだけど。じゃあ、赤いトレーナー行きましょう。はい。
出かけてると急にあの子供娘たちがラブソングって歌いなくて結構合わせるの大変なことになっちゃって多分覚えやすいんだと思うんですけど、ジュンブライドですね。次お送りする歌はジュンブライドという曲なんですが、まあこれが一番季節合ってるね。あのジュンブライドってあの最初ラインがあのジュンさんの結婚式っていうのが違うよって言ってもうね、オクトーバーブライドでしたね。そうそう、私はね、オクトーバーブライドですけど、ね、またみたいなことでしょ、ね、あんまりまたじゃないでしょ、ね、はい、で、これは多分大学3年ですね、今の1個前のチーム、ニューチームであの知り合いが結婚されるっていうので、6月だったので、ジュンブライドって作りました。あの、まあ、花嫁さんの時も、綺麗な姿を読み取っていただけるかなと思います。じゃあ、ジュンブライドいきます。せーの。Thank you.
知り合いの結婚式で、サインギターを買ったことあって、あ、すいません、私楽曲やって働いてるとやってるんですけども、今日皆さんのお手元にちょっとお土産をアミノライドと聞いてみます。あのね、これアミノ酸なんですよね。はい、結構飲み過ぎの時とか、結構なんか、まあいいんじゃないかな。今日飲み過ぎたらぜひ飲んでいただければ分かるんですけど、買い方はアミノ酸で、ホームページ。今日飲みました。飲んだ。飲みました。これでも気のせいなのツルツルになるんですよね。気のせいの会社。絶対なりますよ。からネットで買いますよ。だんだんあと数分で。はい。一回聴いていただいたら成長フォークソングですねって言われて、よかったね、なんかコミック番号を選んでよかったなと思って、でその後にところで最近の歌はって言われて言葉が詰まっちゃったんですけど、今も何曲か作ってるんですけど、ぜひメンバーで時々メンバーで。じゃあこれは本当に高校2年の時にやりますか。この曲だけは私はないですよ。作った人の高校の時にどこにか分かんないですけど、ぜひ読んでいただけたら。じゃあ小さな飛行機を作ります。Yeah.
がもう全然違っちゃったんですけど、まあみんな誰にして今の。さて、あとラスト3人ですけども、次にお送りする歌は最後のチョークの最後のチョークという歌なんですが、童話作家の立原理香さんという方、まだご健在でした。その人が最後のチョークという作品を作られたんですけども、それを読んで感激して作った歌なんですが、ちょっと悲しいですよ。よく考えてもね、実は私の大学の同級生で、セミプロでやっていた、実は3年前亡くなったんですけど、松村先生、確かね、ハックベリーフィンかなっていうバンドやった人が、私とよく一緒だったんですね、松村先生。で、まあ、その先生が確か大学1年の時、まあ、一緒の部屋だったんで、からセミプロやったん で、山梨放送で出るんだけど、純ちゃん、最後の歌っていいって言われて、嬉しくてですね、そうですか、その曲だけなんですけど、結構その先生に喜んで、もう自分の歌、人が歌ってるって、本当に嬉しいもんですよね、もう感激して、その放送を聞いてもらえたんですけど、3年前に1年が他界されたんですが、またも、手抜いてくれるかな。どうじゃあ、あ、これ最後じゃあね、はい、それが最後の状況を聞いてください。
本当に今日はお疲れ様ありがとうございました。言うのどうしようかなと思ったら、実はあの大好きな方正さんのバンドのマスターのベーシストの返せない気がしてるんで、ありがとうございます。方正さんのコンサートを通じてみると、そういうことないですか？はい、浜松まで気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ポセさんがね、一人で人間共有です。後ろの方で右打ちがありますけど、あの僕の手術の方さんなんですけど、ありがとうございます。何が何ですかというふうに話しましょうか。ポセさんにお話ししたいと思います。それはそろそろ時間が早くなってきて、年末の歌は、学生の時皆さんにお嫁さんのパートを作ってくれると思います。年越しをお願いします。じゃあ年越しのお願いします。写真にありますけども、あの銀座のタクトでまたやらせていただくことがありました。で、その後はこのままって言いますけど、ちょっとその後は見たいです。あの、なんと言ってもね、あの毎週毎週仲間が浜松から毎週水曜日に新幹線を飛んできて2時間だけ練習しながら帰ってたっていう生活しましたので、大丈夫大丈夫大丈夫はい、それでは、最後までした、海ということなんですけど、ね、ちょっと私の妹もちょっと病気になった感じなんですけど、その妹が中学2年の時に
ノートに走り書きしてあった詩があったんですね、ノートが書いてで、それを盗み見してっていうのをもらって高校の授業に作った歌なんですね。何度見か全部忘れたいなっていう歌なんですが、最後に海という歌を聴いてました。本当本当にどうもありがとうございました。
ちょっと1、2、3、4I need to smile.